初演の招待状、世の終わりのための始終奏曲は、1940年に、オリビエ・メシアンが作曲した始終奏曲。第二次世界大戦で、ドイツ軍の捕虜となり、ゲルリッツにあった、スターロック A と A に収容されていた時に、作曲された。曲奏は、ヨハネの目視録重賞に基づく。現代は直訳すれば、字の終わりのための始終奏曲であり、 世の終わりは役であると言える。なお、楽譜には作曲者自身による詳細なノートが書かれている。演奏時間は約50分。スターロック A と A 終了書この曲は、バイオリン、クラリネット、チェロ、ピアノという特殊な編成であるが、この編成は、第二次世界大戦中に起こるメシアンの偶然の出会いの連続で生まれた。1939年8月25日。 メシアンは招集され、フランス軍の兵士となる。メシアンとチェロ奏者、エティエンヌ・パスキクラリネット奏者、アンディ・アコカは、ベルダンの防犯要塞で出会う。メシアンは、自分のクラリネットを持っていた、アコカのため、要塞近郊の鳥の鳴き声にインスピレーションを得て、第三楽章、鳥たちの深淵を作曲する。しかし戦争が激化し、 1940年6月20日にドイツ軍に捕らえられ、ナンシーの野営地で約3週間とどまる。アコカが鳥たちの深淵を初めて演奏したのはこの野営地であった。その後3人はゲルリッツのスターロック A と A に移送される。収容所は捕虜の急増により環境が悪化し、食料不足による栄養失調や寒さのため多くのものが病気にかかった。 劣悪な環境ではあったが娯楽には比較的寛容で収容所内には図書館が設置されオーケストラやジャズバンドも存在していた。第27弊社は約400席の劇場として改築され、コンサート、バラエティショー、映画上映や捕虜たちによる講義が行われた。音楽家は捕虜の中でも 比較的優遇されており、メシアンが有名な音楽家であることが知られると、捕虜の義務を免除され、作曲に集中できるよう別の胸に移された。当初メシアンが作曲していたのは三重奏曲で、あったが、アンディ・アコカと同じネタナであったバイオリン奏者ジャンル、ブレイルが加わり四重奏曲となった。収容所には、チェロやバイオリンはいくつかあり、アコカは自分のクラリネットを持っていたが、 ピアノはなかったため、四重奏曲のリハーサルは行えなかった。1940年11月にピアノが到着すると、彼らには1日4時間の練習時間が与えられた。初演は1941年1月15日午後6時、第27弊社で、ジャンル・ブレール、アンディア・コカ、エティエンヌ・パスキエ、オリビエ・メシアンによって行われた。メシアンは、この初演について、 五千人の捕虜を前に演奏された極寒の収容所内で、ジェロの弦は三本しかなかったと回想し、私の作品がこれほどの集中と理解を持って聞かれたことはなかったと語っているが、実際には初演の会場は蒸気のように400席程度の大きさであり、パスキエは間違いなく弦は四本あったと主張している。初演の後、四人の名声は確かなものとなったが、 彼らの処遇には差があった。初演から1ヶ月も経たない1941年2月にメシアンとパスキエは収容所から解放された。一方でアコカとルブーレールは収容所に捕らえられたままだった。アコカは解放される二人と共に列車に乗り込もうとしたところユダヤ人であることを理由に連れ戻された。その後、 アコカは温暖なアルジェリア出身であることが考慮され、一時的にブルターニュ地方のディナンに移送される。そして1941年4月に再び第8、英捕虜収容所に送り返される途中、ヨンヌ県のサンジュリアンデュ、総付近で列車から飛び降り脱走した。アコカは、怪我を追い毛を失ったが、手当てをした医師の協力で自由地域に到着することが、できた。 ル・ブレールは1941年末頃、ブリュール単位が作成した偽の書類によって解放された。他の3人は音楽家としての道を続けたが、ル・ブレールはバイオリン奏者の道を諦め、ジャンラニエという名前で俳優に転身する。またメシアンら3人も年月が経つにつれ徐々に葬演になり、初演のメンバーが再び集まることはなかった。収容所のラックは取り壊され、 現在は跡地に記念碑が残るのみである。2008年はメシアン生誕100年にあたり、収容所後でこの曲の再演が行われた。八楽章からなる。八は天地創造の6日の後の7日目の安息日が延長し普遍の平穏な8日目が訪れる。その八に由来するとされる。LP オリビエメシアンイコールよの終わりのための四重奏曲、ライナーノーツ。 石森翔太郎がオリビエメシアンよの終わりのための始重総局においてこのエピソードを作品化している。FM レコパル1979年9号掲載。専門書にチャレンジ。第45回メシアンの知られざる実像が新たな資料から明らかになる。ありがとうございます。